はい、こんにちは。セイクリッドブレードのボス攻略動画やってきます。で、今回は11-8だね。死の城。あ、ここのステージがまた厄介なんだよな。ここのステージ11からはヒーラーが必須になってきます。っていうのも、味方を回復させるんではなくて、敵を回復させて攻撃する。はい、今回カサンドラ、シディル、ルナリアの3人でやってきます。で、敵がね、基本的にアンデッド属性になっているんで、回復キャラで攻撃を与える、回復キャラで回復させることによってダメージを与えることができる。ほら、このなんか、2人 HP って書いてるけど、これ、回復させることによって、相手にダメージを与えるっていうね、そんな感じのステージになっててね、かなりだるい。で、気をつけてほしいのは、私、ヒーラーの SR 持ってないんですよ。で、確か10章で手に入れたこのカサンドラのレアを使って今回プレイしてるんですけど、まあ、普通にやってったら大体この辺のステージたどり着く頃にはレベル25、26、27になってると思うんだけど、カサンドラもしレアしかない場合は必ずレア武器をつけてください。で、レア武器つけないとちょっとカサンドラの素の攻撃力とスキルの倍率のまあ、関係上、相手の、なんだ、300シールドって書かれてるやつを破ることができないんですよね。なんで、確実に攻略するには、まあ、確実にっていうか、もう攻略するには、レアのカサンドラに、レア武器つけるか、まあ、SR のヒーラーいるんだったら、そっち使ってくださいっていう感じですね。はい、じゃあ早速、ボス攻略していきましょう。今回のボスは、新キャラのカレンさんですね。カレンさんの、水1ヒット光3チェインっていう、なんか、まあ、このタイプのバリア剥がすのマジでめんどくさいんだよな。はい、あとはこの、まあ、ゾンビだね。まあ正直ね、ボス本体ってよりもこの周りの雑魚がきつい、鬱陶しい。もうひたすらこの HP を当てなきゃ、回復させなきゃ倒せないんで、大体ね、この11のステージではもうカサンドラをメインに動かすことになります。で、シリルとルナリアに関しても、シリルはね、盤面整理をするか、たまに水ヒットが必要な場面があるんで、その水ヒット要因ですね。あと、ルナリアは呪い要因と、闇チェイン要因。で、ここでホーリーチェーン当てて、カレンのバリアを剥がしていく。先にカレンを倒した方がいい気がするな。で、HP が減ってきているんで、ここどうしたのかな。ちょっとね、後付け実況なんで、ちょっと間空いちゃって自分が何したか覚えてないんだけど、あ、シリルの一気純正でカサンドラの回避率をマックスまで上げてますね。で、紫チェーンを繋げて、これカレンにダイレクトアタックしに行く感じだぞ。さあ、いい感じに、まあ、シリルのな、攻撃範囲が一直線上だからこうやってやるしかないんだろうけど、結構ねスキルのチェイン倍率が高いんで、3の方で、おお、結構ダメージ与えていく。いや、シリルの攻撃力は本当に強いですね。まあ、スキルの倍率が高いっていうのもそうなんだけど、でひたすらカレンを倒した方がいいんで、カレンはね、結構手数で攻めてくるキャラなんで、まあそんなに攻撃力は高くないんだけど、めんどくさいんでね、さっさと倒しておきたい。光チェインを繋いで、さあカレンにダイレクトアタックしたいけど、4チェインいかなきゃ当たらないか、これは。ちょっと難しいですね。3チェインか。なんとか当てたいけど、この盤面的に光でカレンダイレクトアタックって難しいんじゃないかな。4チェインかまさないと多分これきついぞ。
水じゃないと。いや、水はな、少なすぎるからな。ちょっともう単純にカサンドラ動かしますか。スキルを使ってゾンビにダメージを与えていく。つかルナリアでいいな、これ。ルナリアでカレンダイレクトアタックでいい気がする。サンチェインでいいか。これで呪い当てれるし、よし。もうどこ行ってんだあいつは。どっか行っちゃいました。で、一気純正してるんで敵のゾンビの攻撃は全部ミスで、ちょうどいいですね。これは呪い当ててるんで、まあ、ぶっちゃけ2チェインでもすればカレンはいけるであろう。うん、4チェイン出ちゃいましたね。さあこれでカレンに呪いかかった上でダイレクトアタックを仕掛けていく。何も出るんだ。お、1300、1600、いいね。さああとはボス倒したんでゾンビ、まあ、こぶっちゃけこいつらの方がめんどくさいんだよ。で、青いエレメントがあるんで、これで4チェインは確実に稼げるんで。あ、場所が悪いな。ちょっと待ってよ。両方にダメージを与えたいんで、下からパズルをつないでいく。あ、複合型のパズル。さあ、ダブルアタック出すんだったら3でもいいね。よし、ディバインクロスチェインで。これはまあスキル使ってもいいな。もうそろそろで光エレメントをつないで、いや、ここまでヒーラーの SR がないっていうのも結構きついな。結構みんなってキャラ何持ってんですかね。まだ持ってない SR は8体ぐらいいるんだけど、なんかこのゲームってガチャ以外にも SR 手に入る手段がかなり多いんで、なかなか親切設計ですね。今んとこまだ課金はしてないですね。さあ、ルナリアで。ちょっと待ってよ。ルナリアで。安全整理をしていく。で、カサンドラのスタンが溶けたんで、スキル使って倒していきましょう。よし。まあここまで来たら、あとはもうひたすらパズルをするだけですね。倒した。まあこの11のステージはヒーラーがいるから、まあ、味方の致死率も低いんだけど、なかなかね、あの攻略にも時間かかってきてしんどいステージでしたね。いやーでもな、大体この手のステージってなんだろう、2ステージずつ続くじゃない。だから12のステージもきっとまだ回復は必要なんだろうな。はい、じゃあ今回ね、無事クリアしたということで、回復が必須のステージだったんでね、何かの参考になれば嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。